去年8月の知事選で再選した大野知事の資産が、今日県の資産公開条例に基づき公開されました。公開された報告書によりますと、川口市栄町にある土地とそこに建てられた商業施設兼マンションの一部を所有しています。この建物は去年3月に完成したばかりで評価額が判明していないため、 固定資産税の課税標準額は確定していません。また、株券1銘柄と普通自動車1台、それにゴルフ場2か所の会員権を所有しています。預貯金はなく、4,100万円の貸付金と5,568万6,818円の借入金がありました。報告書は今日から。 県政情報センターに請求書を提出した上で閲覧することができます。